鮮やかな空に放つ
苦しめる君が得意以上なんかもただ聞き流していたけれど、いつの間にかこの心に刻まれて、高いビルの海からを眺めた空、いつもとは少し違った表情が見えるけど、僕も君もいつもと同じように暮らしてる。この少しだけ退屈なんでも美しい世界で現れた光、随分儚いけれど、やっと気づく。それがずっと探してた願いが私はみのりさんっていう名前なんですけど、2人ともですね、もうこういうグループ活動をし始めてからもう16、7年ぐらいやっております。歌ってライブをすることがとにかく大好きなので、大好きです。なのでライブで楽しんでいる姿をたくさんの人に届けて、それを見てくれてる人がなんか楽しいな、元気になるなとか思ってくれたらいいなと思って、今も歌い続けております。なのでよかったらライブ会場でもぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。そしたら次の曲で最後になるんですけど、最後1曲歌うのでよかったらぜひ、こんばんは。では、はい、では最後1曲歌います。レイニーガールという曲なんですけど、これはサブスクでも配信されてますので、よかったらぜひ安心で調べて聴いてください。それでは聴いてください、レイニーガール。
濡れた前髪横にエイビンが不満気な笑顔恋はいつもと思ったつって電車の窓にそっと広がる雫の宇宙も今日はやけに騒がしい君は僕だけの太陽気まぐれ場所でワンマンライブがあるんですけど、まだまだたくさんの人に来てもらわないと大変な状況になっております。はい、なのでこうして路上ライブをして一人でも多くの方に知っていただきたいなと思って今日は歌いました。はい、この後そのチケットをたくさん持ってきてます。よかったらぜひ1枚でもゲットしてもらえたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。公式の X だったり、インスタグラムもやってますので、皆さんよかったらアンダーザシーの略でアンシーなので UNSEA アンシー、ぜひ調べて、あ、どんなグループなんだろうって、もっとね深く見てもらえたら嬉しいなと思いますし、iTunes などですねサブスクでは、楽曲も載ってますので、よかったら聴いて、無料の単独ライブ3月31日に代々木であります。ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは以上アンシーでした。